今日は送信ダイエットの施術で使うキャビテーションという機械について説明したいと思います。まずこの機械は2つ主に機能があって、1つ目は、機械の名前のキャビテーションっていう、作用なんですけども、主に脂肪を溶かしたりだとか、あとセルライトの分解、脂肪細胞の縮小を促す機能がついています。でもう一つは EMS っていう機能があって、これは外部から電気的な刺激を与えて筋肉を動かすための神経を刺激して筋肉を自動的に運動させる機能のことです。これが2つ合わさっていますので、時間を短縮して効率よく施術することができます。